どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、連日川越のここは池の辺にやってきておりまして、昨日はさ、あの蝦夷さんに行ってね、あ、そうですね、最初から完食ができない大食いをやってきましてお持ち帰りをしまして、本当はさ、近くのホテルに泊まって、まあ、今日ここに来ようかなと思ったんだけども、まあ、昨日思いのほか料理がたくさんお持ち帰りがありまして、そうなんです、あの家に帰りましてですね、で前々から今日ここでね、あのお店の撮影の許可いただいてたんで、また川越の方にやってきましたで今日紹介するお店が武蔵野うどん竹国さんでございます。で武蔵野うどんといえばさ、もう昔からあるわけですよ。そうですね、そう、もう創業ね70年近いあの歴史がありまして、でここの店舗は2015年から始まったんですけども、店舗数が約20店舗ありまして、でなんで今回ここのね川越池延店来たかというと、900円でうどん食べ放題ができるんですよ。いや、すげえ。でさらに天ぷらも食べ放題なんですよ。いやいや、900円で安くないですか。でさらにご飯も漬物も食べ放題。ありがとうございます。で毎週火曜日水曜日はカレーも食べ放題やってます。何でもありじゃないですか。そして今日来てるのが水曜日でございますありがとうございます。ありがとうございますこれ見てください。うわ、これだ。そう、なんかね、前まで850円だったんだけど若干値上がりしたみたい。で小学生は700円で麺、天ぷら、ご飯、漬物が食べ放題。いや、ちょっとこういうお店初めて見たかもしれない。900円でだよそう、プラスいくらとかじゃなくて、もう900円だけ払えばここ全部食べ放題なんですよすごいっす。ここの川越池延店とあと東松山店、この2店舗のみこれやってるんですよ。いやー、だから来ちゃいました、ね、だから来ちゃいましたで今回はちょっとはしごの予定でございまして、俺が次のお店食べるんで、ここのお店はゆっちーが食べ放題チャレンジするという。いや、ありがとうございます、ね、でお店の方に一人だけで食べてもいいですかって聞いたら、そちらも OK いただきましたんで、だから俺はカメラマンに徹したいと思いますすいません、ありがとうございます。最初と最後だけ俺が喋りますで食券制になってるんだけど、ここのうどんのメニューどれ頼んでも上の900円が適用されます。でさ、ここ見てください。ほら、火曜日水曜日限定カレー食べ放題です何でも食べ放題だよ、900円で。もうやりたい放題。ひよこさん、なんか今日も出してもらっちゃって、ね、いや今日、まあ毎日だけどねということでね、やってきましたね、竹国さんの看板メニュー。すげーうまそうだね。で、天ぷらが卵、茄子、人参にしめじですね。うどんのおかわりも言えば、茹で上がったらまた番号かなんか呼ばれる。あ、そう、いただきます。すいません、なんか大きいさんがカメラマンで約2時間かけてきたからこれ肉すごい、すげーいっぱいあって、うわー、すごいないですかこれ。これが肉汁うどんだぞみたいなね。結構野菜も入ってるしね、出汁もなんか美味しそうですね。麺はもういい感じだね、これね。極太の腰がありそうだね。もううまそう。うん、いや、うまそうだね。どう、めっちゃうまそう。うん、不規則にさ、なんだろう、こう切られてるのがいい。めっちゃうまそう。ちょうどね、ちょうどね、うん肉をがっつり、どうこれ、食べに来た甲斐があった。結構ですこれ、しめじです。しめじ、うん、うまそうだ。あ、うまっ。いいね、いいね。うわ、すげーうまそう。めっちゃ腹減ってきたんだけどやばこれ。うまそう。でも途中で噛み切ってもいいだろ。うん、全部すすろうとして今呼吸困難になりました。危なかったです。いや、すすり切らない方がいい、うん、いやー、いいね。これが武蔵野うどんですよ。ああ、70年の歴史の、うん、でこれあれでしょ、おかわりするんでしょ、うん、ね、天ぷらとか、うん、あとなんだっけ、ご飯もあるのね。あとカレーです。あ、そう、カレーもあるのね。だからこれちょっと麺も残しといてもいいんだよね。漬け汁も残しといた方がいい。いや、麺は残さなくて大丈夫です、食べ放題なんで腹パンになっちゃうかな。
まあ、昨日もね、まあ、大食いして、で今日もね、翌日昼に、大丈夫じゃないですか、武蔵野うどん食べ放題。これでちょっと、それなんだっけ、卵ですね。お卵ですね。発汗シーンいっちゃっていいですか。はい、この茹でですね。あの茹で卵ね、うん、でもいいじゃないですか。これちょっとたっぷり。これがまたうまいんだな。あともうこれでいける。あ、そう。卵めっちゃ美味しそう。うん、いや、食べ放題いいね。追加料金かかんないってすごいよ。すれない。最後まで。ここっていつも混んでるんですか。お昼時は結構。あ、もうこの時間一番混んでるんですか。あ、並ぶ日もあるんですか。30分。え、30分。そんな並ぶんですか。お、あのピーク時は。天丼持ってきちゃいましたね。天丼のタレもあったんで、これも最高ですね。タレあった。タレあったんですよ。あ、そう。かけ放題です。おお。これ最高です。じゃあもうお店が推奨してるってことだね。こういう食べ方もどうぞっていう感じ。天丼も食べてくださいと。いやでもね、すごいと思うよ。だって武蔵野うどんと天丼も食べられて900円だよ、ね、これはちょっと贅沢だよね。あれがまたうまいですね。あ、うまい。なんかちょっと甘めな感じ。うん、うん、なんだ、ま、うんって。であとあなた忘れないようにね、今日水曜日だからカレー食べ放題あるからね、うんうん、そういろんなことできるよ、うん、カレーライスもできるしカレーうどんもできるし、あと天ぷらにカレーをディップして食べてもいいんだ。いやこれほんとさ、贅沢な悩みですよ。まあこれを悩みと言っていいのか。で天丼食べて、天丼食べてうどんも次行くと。おお、すごい豪快だね。ちょっと最近はあなたあれだね、激辛路線から大食い路線に変わってきてる気がするけど。路線変更するの。え、路線変更するの。そうなんだ。あの激辛は何控えるんだ。ちょっとやっぱり上には上がいるな、うんうん、なるほど。いや大食いも上には上がいるけどね。どっちもいるけどね、激辛も大食いも。ちなみにさ、昨日ほら2代目エゾさんでさ、あなた 1.8 リットルのウーロン茶のピッチャー、 あ、そうですね、あれ全部飲んだんだよね。そうよね、全部いっちゃいました。すごいと思うよな、あなた潜在能力があると思うよ。あ、水は結構体に親和性あるんですよ、うん、あ、どういうこと。あ、そう、ごめんなさい、今ちょっと体に親和性がある、意味が分からない。染み込みやすいというか。あ、そうなんだ、はい、うん、カッコでお願いします。ね、意味が分からないこと言うから、たまに、たまにじゃねえけど。しょっちゅうだ。なんでな、意外とでも3キロとか食べられたら結構いろんなお店にその行ける数が、なんだろうな、こう広がるんじゃないかな。そうですね、今2キロだから、うん、その1キロで結構世界広がりますね、うん、3キロちょい食べられたらその胃の容量があれば結構飲食店回れると思うんだよね。そうですね、僕ら多分日頃結構多い量食べないといけないと思うんで、お客さん胃袋を鍛えるのも俺のポケットマネー次第だということね。ここのお店はさ別にいいよ、あれ900円だから。この量だよ。ということで天丼完食。完食しました、うん、こっからもうカレーうどんです。カレーうどん、カレーうどん行く。で漬物ちょこっとつけて。え、何に漬物あるんで、あの自由にやってください。あなたの食べたいようにやっていいよ。ということで、これうどんのおかわり？おかわりですね。これ量選べるんだっけ？なんか調整できました。どのぐらいいいですかっていう感じ で、うん、でこれどの量なの？これちょっと多めにっていう。焼酎みたいなのがないの？あ、みたいじゃなくて、なんかどのぐらいがいいか言ってくれたら合わせますよみたいな。あ、そうだ、結構アバウトなんだ、ね、あ、そうです。で、これがカレー？これカレーです、はい、これ結構あの具材があるんですよ、うん、おこれ肉がゴロゴロ入ってる。あ、すごい、すごいっす。脂身のところめっちゃうまいところじゃない？プルプルっす、うん、であとちっちゃい人参と。お、結構具だくさんだね。で、漬物。そうです。これも食べ放題。食べ放題です。いい箸休めになるね。ここで、武蔵野うどんのカレー漬けうどん。楽しんでるね。うまいだろ、これ。めっちゃうまそうだね。すげえうまそう。
やばい、こっちまでカレーのすげえうまそうな香り来てる。これやばいっす、これ。いや、あのさ、これ今日一番そうなんだよ。しかも肉汁うどんの漬け汁まだ残してるもんね、うん、だこれちょっと入れればいいのに、うん、一回ちょっとこれで、なるほどね。おー、カレーしてましたけど、うん、うまそうだな、うん、これはいいね、うん、左手のなんか親指がなんか腹立つ、なんかピンとしてる、うん、おお、うまそうだな、うまいよこれ、マジでうまそうなんだけど、あ、うま、すげえな、ちょっとさ、このだし汁を少しこっちに入れてもいいよね、あ、うん、そうするとまた、うん、ね、味がよりうまみが増すのかもしれない、カレーにちょっと入れて追加だしで、あー、これはうまいんです、うまいだろうな、これやべ、いいね、漬け汁とカレーの組み合わせはまたいいんじゃないか、うん、うまいだろうこれ、うん、なんだよ今こっちチラ見しやがって、うまそう、うん、いやいや、これはいいんじゃない、ね、漬物も、うんうん、いやー、これすげえな、またお金もできるからね、そうですね、そう900円時間制限ないですね、時間制限ない、まあ営業時間内だな、おおおおすごいね、うどんのすする量が衰えない、うん、いいね、ということで完食ですか。いや、うまかったっす。大満足だろう。もうやばいです、ここ。ええ、もう本当、近くにできてほしいですね。900円です。で申し訳ないですよ、こんなこと、ええ。しかも、川水はカレーも食べ放題。で、お客さんは、どんどんひっきりなしに来ております。すごい。で、回転がすごい早い、ね。回転も早いです。ということで、先ほどの、武蔵野うどんの竹国さん、あの出まして、で歩きでここから駅何分ぐらいだっけ、10分15分ぐらいですね、そう、見てくださいよこの田んぼ、いやすごいですこれすげえな、ねえ、トキさんやっぱり東京出身だからこういうのあんまないですか、ないね、あんまね、あと俺さっきほらタクシーで来たから、あ、そうか、そう、歩きで来てないからさ、こうなってんだと思って、この周りがね、結構田舎感あります、うん、すごいわ、てかそんなことはどうでもいいんだよそうですあなたほらうどん食べたよ、うどん、うどんうまかったっす、ね、あれ900円ですよ、いやちょっとあれ申し訳ないぐらい、ね、何でも食べ放題じゃないですか、うどん食べ放題、天ぷら、ご飯、漬物、カレー900円、今日何回900円言ってんだよいやちょっとあの出汁うまかったっすわ、ね、近所の方はいいよね、そうですね、あと仕事のほら昼休みとかね、あれがあったらさ、みんな行くよ、午後から頑張れますね、本当あれすごいと思う、全部で武蔵野うどんの竹国さん、20店舗近くあるんですが、今回の食べ放題は2店舗のみと、まあ、詳しくはホームページをチェックしてみてください、はい、武蔵野うどん竹国川越池延店、西武新宿線南大塚駅から約2キロぐらい歩いて20分ぐらいの場所にあります、まあ、車がある方は車で行かれた方がいいかなと思います、ちなみにさ、ここすごいよ、ほら、ほら前電車が走ったんだよ、確か面影がね、ほらほらほら、おー、ほんとほんと、線路が続いてて、あそこで終わってるけど、なんか駅あったんだ、西武鉄道株式会社っていう、これ管理してるんです、ここ走ってたんだね、電車がね、なるほど、踏切だったんだね、ここは、いいね、なんかこういうのね、確かに面影があるね、てかこれ何の動画だよ何なんだよこれは、サムネイルうどんなのにさ何なんだこの動画は、鉄道紹介し始めて関係ないだろうそして今回のコメント紹介でございます、ここで読み上げます、あ、ここなんですねマウスベリーさん、コメントするのは初めてかと思います、ユッチーさんに遠慮しないで食べるように進めているワッキーさんの姿を見て、ワッキーさんの心の温かさが垣間見えました、よくわかってますねユッチーさんもワッキーさんの優しさに感謝しながら編集したのかな、ほっこりさせていただきました、ありがとうございます、ユッチーさんが素敵な俳優さんとして活動する日を楽しみにしています、応援しますよ、ありがとうございます、お二人とも体に気をつけて動画作り頑張ってくださいと、心温まるもうファンレターに近いコメントでございます、ということであれからさ、
15分ぐらい歩いてるんだけど、そうですね、ようやく駅が見えてきましたいや長かったですね。いや田んぼ道をね歩くのはね、斬新でしたねでもね、この視聴者さんでね、ほら田舎の方に地方に住んでる方もねいるかもしれないからね。そうですね、なんか親近感湧いてくださる方いるかも、ね、そうだね、親近感どうだろうなあともしかしたらこの地域の視聴者さんももしかしているかもしれないです。じゃあこの公園、公園これ何公園だ、わかりませんちょっとわからないけど、南大塚近くの公園に今来てまして、この近所に住んでる方いらっしゃいましたらコメントお願いしますいるか、いるっすかね、ここはどうかな、どんな終わり方っすか、これ、わからんカメラ止めてカメラ止めてくれいいですか、あなたがカメラ回しパイすると俺喋んなきゃいけなくなっちゃうからそうですか、そう、わかりました、帰るよ、ね、とりあえず池袋に戻ります、はい、すいません失礼します勝どきにやってきてまして、マグロの卸をやっているマグロ丼のお店があるという、こんだけメニューがあるからね、めっちゃ多い、素晴らしいロケーションでしょ、すごいね、はい、はい、これでいただきたいと思います。いやこれ色合いすごいじゃない、これ雑誌の表紙だよもういただきますお袋産んでくれてありがとう、うわ出た